結論から言います。今回のテーマは、野球のプレーと直接関係ありませんが、面白いです。スポットを当てるのは、大谷翔平にまつわる都市伝説的な逸話。それが、大谷は恐ろしいほどお金を使わないらしい？ん？その話聞いたことあるよというファンも多いと思いますが、ここでフィーチャーしたいのが恐ろしいほどという点。実は近年の大谷を取り巻く環境がやばいぐらいにそうさせていたんです。早速深掘りしていきましょう。アメリカンドリームを掴んで年俸は何倍に？10年で270倍。これ何の数字だと思いますか？勘のいい方はお分かりでしょう。そう、レジェンド級のスーパースター大谷翔平の年俸の激変ぶりです。2013年、北海道日本ハムファイターズでプロ野球選手となった19歳のシーズンは年俸1500万円からスタート。4年後、日本球界最後となった2017年シーズンには2億7000万円にまでアップしましたが、この男にとって日本球界のフィールドはあまりにも小さすぎました。23歳となる2018年からは新たなステージを求め単身渡米。メジャー最低保証額の6000万円にダウンすることを覚悟の上で、世界最高峰のリーグで戦うことを望んだのです。そこから投打で目覚ましいほどの飛躍を遂げた二刀流の侍は、2021年からは所属するロサンゼルスエンゼルスと2年総額850万ドル、当時のレートでおよそ9億3000万円で再契約。その期限が切れた2023年シーズンには、年俸がついに日本人初の大台3000万ドルへ、日本円でおよそ40億5000万円の1年契約でサインしたのです。思えばプロ野球選手になってちょうど10年目、29歳になる年で、年俸が270倍になるという異例の昇給を実現することとなりました。日本球界に居続けたらここまでのビッグマネーは手にできません。大谷こそアメリカンドリームを手にした象徴的存在と言えそうですね。ちなみにこの単年ベースでの3000万ドルはメジャーでも大台と言われ、あるスポーツ新聞の分析によると、大谷の年俸はメジャーリーグでも上位15位内にランクイン。昨シーズンの219位550万ドルから一気に200人以上ものごぼう抜きを果たしたことになるそうです。しかもそれだけではありません。ナイスガイの大谷がいるギャランティーといえば、なんといっても莫大な副業収入。そう、本業とは違うスポンサー収入がどえらいことになっているんです。2022年の10月、スポンサー契約についてリサーチするアメリカのマーケティングプラットフォーム大手スポンサーユナイテッドが最新のメジャーリーグのスポンサー料を発表。それによると、2022年シーズンの大谷は実に17社、 FTX 社が破綻したので現在は16社と広告契約を結び、 MLB 史上最多を記録したというのです。しかもスポンサー収入は驚くことなかれ2000万ドル、およそ24億8000万円。実はこれ、メジャーリーガーでダントツトップのスポンサー収入。この年の年俸が550万ドルだったので、実に3倍以上を副業だけで稼いでいたことになります。この記録を受け、スポンサーユナイテッドは、翔平大谷は世界的なアイコンだ、正真正銘の野球界とマーケティングのスーパースターであり、近年の MLB 史でも最も市場価値の高い男だ、などと表現し絶賛しました。確かに前年 MVP を取ったことはもちろん、スポンサー企業が重視する好感度や認知度、さらにはルックス、清潔感、評判など、どれを取っても非の打ちどころのないナイスガイに、企業からのオファーが相次ぐのは当然ですよね。実はこのスポンサーユナイテッドの調査報告より前、アメリカの経済誌フォーブス誌も2022年の大谷のスポンサー収入が前年からおよそ3倍の2000万ドルほどになるとすでに試算していたのです。さらにフォーブス誌は、少なくとも過去10年間のメジャーリーグにおける最高額である、とも付け加えていました。ここまで高額スポンサーがついたことについては、
大谷の容姿端麗さと親しみやすい振る舞いで太平洋の両側でマーケティングにおけるヒットとなったとも分析しています。アメリカで手にしたトップエグゼクティブのステータス、そんな大谷はさぞかしラグジュアリーな暮らしを謳歌していることでしょうと思いきや、大谷のお金使わなすぎ問題がより深刻か。そんなステータスを手にした大谷ですが、それとは相反するようにかねてより言われ続けてきたのが大谷の物欲のなさ。実際本人は MVP を取った2021年シーズン終了時、帰国して日本記者クラブで会見を行った際、記者からお金の使い道について聞かれてこう答えています。特に消費することはないので今のところは溜まっていく一方です。確かに大谷が何かに資材を投じているという話はほとんど聞きませんよね。さらに遡ると日本ハム時代にも、僕は物欲がないんです、大きな買い物は表彰式やイベントで着用するためのスーツを買ったくらいとも話していました。当時は日本ハムの選手寮に入っていたこともあって、生活の中心だった野球以外のことで大きな出費はほとんどなかったそうです。そんな倹約家の大谷が今シーズンは年俸40億円以上を手にする、今度ばかりはさすがに何かに使うだろうとも思われましたが、実際その必要が全くなさそうなんです。その理由が先に紹介したスポンサーの存在。そう、身の回りのものの多くをスポンサーが提供してくれることになっているからなんです。スポンサー契約は主に商品を提供するサポート契約、選手の意見をもとに商品開発をするアドバイザリー契約、共同で商品を開発していくパートナーシップ契約、供給する権利を選ぶサプライヤー契約の4つがあり、大谷は全てのスポンサーといずれかの契約を結んでいます。例えば野球道具はアドバイザリー契約をしているアシックスが提供、トレーニングウェアをサポートするのは同じくアドバイザリー契約のデサント、また帰国時にトレーニングで活用する主な施設はアシックスが都内で運営するアスリート仕様の大型ジムと決めています。さらに移動する足はというと、アンバサダー契約をしているポルシェジャパンから提供される高級車のポルシェ、他にも腕時計はサプライヤー契約をするセイコーのアストロン、普段着はパートナーシップ契約を結ぶ高級ブランドヒューゴボスのウェアで間に合わせるという充実ぶり。ただでさえ物欲がない大谷だけに、これだけのものが無料で手に入ると自腹でという大きな買い物はほとんどなさそうですよね。またスポンサーだけではありません。驚くことにシーズン中も大谷は提供されるもので賄うことがあるといいます。大谷のシーズンの過ごし方について語ったある現地記者によると、試合がある日は昼食はエンゼルスタジアム内のレストランで取り、試合後もそこで食べるか持って帰るかのどちらかで、外食はほとんどしない。実は2022年の彼の誕生日は通訳の水原一平氏の父親が働く和食レストランで祝うという話もあったそうですが、結局行かなかった。ホームゲームの時は自宅と球場の往復で、まあ面白みのない生活です。つまり野球以外で浪費するといえば食事が考えられますが、それすら大谷は質素な暮らしぶりを徹底しているのだといいます。さらに記者は大谷のこんな事実も明かしてくれました。2013年に日ハムの農会でゴルフデビューしましたが、悪戦苦闘してスコアは146、ただ翌年には119までスコアを縮め、ゴルフは面白い、今度は110を切りたいと興味を示していたんですが、メジャー行きが決まり、それも長続きしませんでした。多くのプロ野球選手がオフシーズンに楽しむゴルフにも興じないようですね。まさに大谷貯金はたまる一方、果たしてその膨れ上がった貯金の行方とは、皆さんも気になりますよね。そこでこの点について
大谷の過去を紐解いてみると、ある事実が見えてきたんです。ということで、今度はこのある事実を紹介していきましょう。大谷貯金は〇〇の管理下に置かれている？そういえば、プロになってから大谷がタイ米をはたいて購入したものが一つだけありました。それが今時セレブの象徴、タワーマンション。大谷は2018年の春、アメリカへ行く年に東京都中央区にあるタワーマンションの最上階 2LDK の部屋を購入したと報じられました。その額およそ2億5000万円、現金一括払いだったそうです。ちなみに直前まで所属していた日本ハム時代の最高年俸は2億7000万円。加えて大谷にはスポンサー契約もあったので、これぐらいのマンション購入は問題なかったでしょう。現在帰国したタイミングでは、トレーニング環境に恵まれた東京で暮らすため、基本的にこの部屋で過ごし、たまに地元岩手に帰っているとも言われています。そして MVP を取った2021年シーズン終了後、この部屋にある女性が頻繁に出入りしていることが確認されました。その女性とはもちろん、そう、地元岩手から上京してきたお母さんの佳代子さんです。日本での暮らしをサポートしてもらうには、信頼できる母親が一番。オフシーズンも独身の息子が野球に専念できる環境を作ってくれているようです。実は莫大な大谷貯金の管理は、この母親が関係しているという噂もあるのです。一体どういうことなのでしょうか。それは遡ること8年ほど前、日本ハム時代のこと。年俸制だった大谷は、給料をすべて両親に管理してもらい、毎月10万円だけを受け取っていたと言われています。ちなみに当時の推定年俸は3000万円なので、単純計算で給料は一月250万円。しかも寮生活である上、物欲がないため、両親からもらっていた10万円もほとんど手をつけず、残ったお金は全て貯金していたのだとか。その結果、プロ入り後2年間で個人口座の残高は200万円に達していたと明かされました。つまり1ヶ月1万円ぐらいの消費だった計算になります。プロ野球選手になればビッグマネーを手にしてセレブな暮らしをしたいなんて思うのが一般的ですが、大谷はそんな欲とは無縁のようですね。そして今もそのお金の管理を親に任せているというのは変わらないとも言われ、母佳代子さんとお父さんがしっかり管理していると思われます。ちなみにプロ野球選手の中にはビッグマネーを手にして、その管理を投資会社や金融機関などのプロに任せる人も少なくありません。中には現在日本ハムの監督、新庄剛志のように、選手時代に稼いだおよそ44億円もの大金を知人である実業家に預けていたら、引退後ほぼ全部使われてしまっていたことが発覚し大損したなんていう話もありました。お金を人に任せるとこうした不安が拭えない気もしますが、大谷の場合は信頼できる身内に託して自分は野球に専念するという考え方のようですね。今も続くささやかな甘い贅沢。話は一気に飛躍しますが、そんな大谷が実は甘党ってご存知ですか？日本球界にいた頃、ささやかな無駄遣いといえば、稀にコンビニなどで大好物のチョコやソフトクリームを購入するぐらいと言われてきました。さらに名門花巻東高校時代には、投手として最速160キロをマークしたことで脚光を浴びると、パワーの源の一つが息抜きに食べる甘いお菓子だったとも報じられています。例えば高校の寮に母佳代子さんからチョコレートを差し入れしてもらっていたことは有名ですよね。また地元のスーパーアルテマルカン桜台店のファーストフードというお店で販売しているチョコバナナクレープも大好物でした。学校が終わると花巻東の生徒が集まることでも知られていて、大谷もその中の一人だったらしく、ちょっとした常連客だったとか。高校3年時のドラフト会議の後は、
マスコミやファンに囲まれるため、寮から外出するのが大変だったことから、どうしても食べたくなった時は同級生にお使いを依頼。悪いけどクレープを買ってきて。と頼み込んでまで食べていたそうです。もしかしたら今もこうした甘いものだけは自腹で購入して楽しんでいるのかもしれませんね。そしてもう一つ考えられる贅沢がありました。先に登場した現地の記者は大谷の私生活についてこんなことを語っています。ゲームは好きみたいです。自宅では水原氏とプレイステーションのシューティングゲームをすることが多く、球場ではチームメイトとスマホでクラッシュロワイヤルをやっていて、かなりハマっていると聞いています。なるほど、アスリートにはゲーム好きが多いので、大谷もその一人のようですね。でも、浪費したとはいえ、これだけの収入があるエグゼクティブにとっては大した出費にはならないでしょう。やはり大谷は、今も野球一筋に生きる倹約家のようです。お金を使わない問題は今後も続く？さて、これだけお金を使わない問題がある意味深刻化してきた大谷ですが、その状況は今後も終わりそうにありません。ある週刊誌の記事に、大谷のスポンサー収入に関する大手広告代理店関係者の話が掲載されていました。それによると、大谷との契約を狙っている企業はまだまだ存在するというのです。野球の実力はもちろん、大金を得ても贅沢をしないところがスポンサー筋に受けています。それに嫌味がない。あるテレビ番組が報じた息子にしたいスポーツ選手ランキングでダントツだったのも頷けます。はっきり言って、どんな商品にも対応できると思いますね。中でも、スポンサーの一つであるヒューゴボスはドイツのブランドで、サッカードイツ代表とも契約しているように、同社はサッカーとの関わりが強く、野球選手と契約するのは異例のこと。大谷がいかにグローバルに注目されているかがわかります。引く手あまたの今はオファーを選別している状況でしょう。さすが、好感度抜群のスーパースター。今後はまだスポンサーがいないジャンルの携帯電話や家電、大谷が大好きなお菓子系などの企業が名乗りを上げてくるとの噂もあるようです。どんなにリッチなプレイヤーになっても、大谷には今まで通りの大谷くんでいてほしいですよね。みんなで見守っていきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。今後もプロ野球やメジャーリーグに関する興味深い話題を上げていきますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。